おはようございます。釣り子 TV です。これも何やらね、机の上がもうごちゃっぺになってきたんですけども、大きなルアーにつけるフック、ね、これすごい悩んでいて、でね、今回ね、これ注文してお取り寄せでね、ちょっと買ってみたんですけども、ちょっと待ってくださいね。はい、こちらの服、PKK っていうところのですね、スピアーっていうね、21SS っていうシリーズなんですけども、この針ね、ちょっと探し求めていた針じゃないかなと思ってね、なんと、6パック、買ってきてました。こんな感じで。はい、針多すぎじゃないかっていう感じなんですけども、ね、こんな感じで、これのね、結構ね、30番っていうサイズがお気に入りで使っていて、で、いろいろね、表を見たらですね、何やら40番、50番もあるぞっていうことでね、がぜん気になって、でもね、なかなかね、これね、釣り具屋さんに並んでなくて、でね、釣り具屋さんで注文して、今回はですね、キャスティングの南行徳店というところが海に強いので、で、このフックの取り扱いもあるので、40番、50番って入らないですかね、なんて言ったらね、早速取り寄せていただいて、それでね、今買ってきて帰ってきたところなんですけども、6パック買ってきました。で、どういうことに使いたいのかっていうと、はい、これね、実際に最近シーバスを釣ったコードネームバスなんですけども、これね、オリジナルのフックよりね、だいぶでかいね、ここにいるんですけども、尺腕、これのね、特注フックをつけて、やってみたんですけども、そうしたらね、具合が良かったよっていうことでね、先日動画にまとめてみましたが、で、この針ね、具合がいいなっていうところで、似たような針ないかなと思うとね、なかなかね、ないんですよね。この40番、50番っていう感じになってくると、例えばこれなんかは STX のね、大きな針だったりするんですが、ちょっとね、太軸なんですよね。青物とかやる分にはね、申し分ないね、最強のフックだと思うんですけども、シーバスってね、やっぱエラー洗いが激しかったりするので、しっかり懐まで刺さりきらない場合ですね、バレちゃうなんていうことがあったりして、もう少しね、細軸で、そんで、フッ素加工していて、ただ、その針自体は大きくてってね、こういう針を探すとね、なかなかないんですよ。そこで、この BKK のね、スピアの、40番、50番、これどうかなと思ってね、買ってきてみました。早速、ちょっと開けてみたいと思うんですけども、あー、いい感じ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 。で、針としてはですね、30番とかはビッグベイトとかにいっぱいつけて使ってるんで、ほんとね、使いやすいんですよね。なんかね、刺さりがいいっていうか、ね。はい、出してみましたけど、これがね、まずね、50番ね。50番、こんな感じの形で、ね、フッ素加工でツルツルで。で、なんかこう、なんだろう、オーソドックスなね、ほんとね、感じの形で、すごいね、好感が持てるなっていう感じなんですけども、あとね、じゃあ40番もね、ちょっとね、どんな感じか開けてみたいと思いますね。40番はほい、こんな感じね。さっきの50番と比べるとこんな感じですね。なんかいい感じしませんか。で、今回ね、コードネームバスにどんな針つけようってことで、コードネームバスにはね、こういう感じの針がついてるんですね。最初フェザーがついている、これね、フッキング良くなんないかなってね、いろいろこうストロークを取ってみたりね、試している最中なんですけども、まあここら辺と比べると、はい、オリジナルのね、コードネームバスのフェザーフックなんかと比べても、ちょっとね、このシャンクが長くなってきたり、あとは全体に大きくなってきたりしていいなっていうと、これ40番で、で、50番になるとね、もうこう、だいぶ大きさも大きく見えるんじゃないかなってね、これぐらい違いがありますよっていうことで、はい。ね。で、じゃあね、例の尺腕の針、これ今ね、コードネームバスにね、ぶら下げてるんですけども、尺腕のフックと比べると、おう、尺腕の針より若干50番なんかは大きくなるね。ただね、
そこまで太くないんですよね。しかもフッ素加工でツルツルなんで、これはいい感じっていうことで、このね尺腕のやつを、コードネームバスにつけてるのを、まあ、BKK の50番とかに変えてみたりとか、あとはそうですね、今この取り替えた関係でですね、ジョインテッドクロー尺腕なんかにはね、こういうねちょっとね太軸の針をつけてるんですけども、これなんかもどうですか、尺腕なんかと考えてもどうだろう、バランス良さそうですね。これ大きい方の50番で、まあ40番なんかが若干ちょっと小さく感じるかなみたいな感じなんで、じゃあね早速ねいろいろ付け替えていきたいと思います。であとねもう一個やりたいのが、こうシーバス特有のですね吸い込みバイトに対応するために、こういう感じでね連結を多くしてね、不意のシュパッっていうね吸い込みバイトでもね口に入るようにとか、いろいろね試行錯誤試してみてるんですけど、そこのところでですね今回はこんな感じの小物買ってきてみました。信頼のマリアのですね楕円リングですね、これね楕円リング、円状のリングは、単線の切れ目に負荷がかかりやすいが、楕円リングは常にリングの、両端に二重線で力を受け止めるので強い、負荷にも耐えられるっていうことで、円状のリングに比べて、2倍過去投射比ですねの、強度を実現ということで、こんな感じのね、これをね連結してそのボディからのストロークを取るのにねちょっと試してみようかななんていうのもね買ってきてみました。じゃあね早速、針を交換していきたいと思うんですけども、まずは、こういうごっついねスプリットリングね取るのほんと大変なんですけど、そんな時はねこういう専用の、太いですねスプリットリング用のプライヤーっちゅうのがね釣り具屋さんに売ってたりするので、すんなりと作業がガパーってね開くんで、これでこの前釣れた針はさようならということでね、はい、結構いかちいものがついてまして、こっち側もね取っちゃいますね。ほんとねコードネームバスね、 C バスの寄りが半端じゃないんで、なんとかねせっかく食いに来てくれたらねもう全部かけたいんですよね。ブラックバスの場合はなんだろう大きな口をチパーッとね開いて、それでなんだろう吸い込む印象があるので、オリジナルのフックとかで全然 OK だと思うんですけども、シーバスって結構瞬間的に吸い込むようなねバイトになって、なおかつですねシーバスの場合口がやっぱりブラックバスなんかと比べてちょっと、小さめなんで、まあそういったところでねちょっと調整入れてみようかなということで、じゃあねこのフローティングモデルにはね50番つけようかなっていうことで、まずはねこの楕円リングね、よいしょ、この楕円リングを連結することによってですねちょっとストロークを出そう作戦まずはやりたいと思います。はい、まずはねこういう風にねちょっとここに来るまでにだいぶ時間かかりましたよね。でこれに50番をつけたいね、よいしょ、はい、こんな感じ、はい、準備ができました。50番で、これを尺腕にさらにつけると、はい、着きました。で、リアフックと、はい、着きました。バランス的にはね、こんな感じにしてみましたね、針が大きくなって、そんでもって、スプリットリングのストロークもだいぶ取れてっていうことでね、まあまあね実際に使ってみてね絡み具合とかいろいろやりつつなんですけど、まあ刺さりについては申し分ないのかなっていうところと、あとバランス的にもねまあオリジナルのフックよりもまあシーバスとかやるにあたっては、かかりやすくなったんではないかななんていうね、あとはね結構まあちゃんと浮力が確保できてるかとかそういった感じですよね。まあせっかく大きめの針買ったんで、あと数もあるんで
こちらのね、尺腕にもですねちょっと、変えてみようかなっていうことで、はい、尺腕にはですね40番つけてみましたよ。こんな感じ、まあ前50後ろ40とかでもいいのかもしれないんですけども、まあ、こんな感じの、後ろ前40番でスプリットリングはね1個ずつ追加してみてみたいな感じで、組んでみました。まあですね尺腕の元の針がねこんな感じなんで、尺腕の替え針どうしようなんていう時もこの BKK のフック一つおすすめなんじゃないかなっていう感じで、その他ねこっちのコードネームバスとかもねどんどん切り替えて具合が良ければね行こうと思うんですけども、何にしても比較的細い軸線でねなんか理想的な針を探すとこの BKK のですねスピア21SS シリーズ覚えておいて損はないんじゃないかななんていう風に感じますんで、あとはね実況動画の方でね実際にねどんどん試してみてっていう感じで、まあこの40番50番以外にもですねこういうね30番サイズなんかもねあのちょっとしたビッグトップウォーターなんかにはねすごい使いやすい番手なんかもありますので、でマグナムベイトで刺さり重視のセッティング出したいなんていう時はねこういう感じで50番まであって、まあある程度細軸で、で刺さりが良くてってね懐までかけてしまえばねそんなに針って曲げられることないので、まあ C バスの引きで考えたらまあここら辺の軸線で理想的なんじゃないかなってね、青物とかねもうまあさらにスーパー怪魚とか狙うんだと、こういうねイカチー針とかもあるんで、ね、こういう太めの軸線でっていう感じあるかもしれないんですけどね、まあ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 試して具合が良かったらですねまた実況動画の方でもご報告していこうと思いますので、ぜひですね参考なんかにしてみてもらえればななんていうふうに思うんですけども、はたまたこんな感じの針もいいよなんていう情報がありましたらぜひねコメント欄の方にも、どしどしとよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はですね、こちらですね、BKK ね、メーカーのですねスピア 21SS なんと40番50番まであるぞっていうねこういった針を、コードネームバスやら、尺腕やらにね、処罰してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。